はい、皆様こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。今毎日アドバンスを込めてこちらの YouTube を配信しております。スピリチュアルコーディネーターで伴奏ピアニストの森本明美です。このチャンネルでは前半は音楽が1曲、そして後半はこちらのスピリチュアルバランスカード、それからサイキックタロットラクルカード、そしてエナジーラクルカード、こちらのカードを使ってカードリーディングを通して高次元からメッセージを下ろしてお届けをしております。このメッセージが皆様にとって願望実現、また恋愛成就、そして愛と希望あふれる癒しのひとときとなりますように。いつも本当にありがとうございます。はい、今日は4月29日ということで、4月29日生まれのお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。そして4月29日生まれてるこさん、おめでとうございます。4月29日生まれの皆様にとって、この1年がますます幸せな1年になりますようお祈りしております。本当にお誕生日おめでとうございます。はい、それでは今日の1曲です。今日の1曲はウブラブ、音楽スタート。Thank you.
ー男子というねグループさんの曲で、私も初めてこの YouTube で見たんだけど、なんていうのかな子供みたいな息子の年齢ぐらいかなと思って、なんかちょっとキュンキュンしちゃったんだけどね、さあ今日の曲はいかがでしたか。すごいこうなんかこうちょっとキュンとするような、あ、なんかそういう気持ちもあるよなみたいなので思ったりとかしたんだけど、さあ今日の曲はいかがでしたか。はい、また歌いたい曲などございましたらどうぞリクエストを寄せいただけるととても嬉しく思います。少しでも音楽を聴いてご元気になったよとかね感じてくださった方、ぜひ上向きの高評価ボタン、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。励みになっています。はい、それでは後半に行ってみましょう。こちらスピリチュアルバランスカードを使って、今のタイミングで、この見た時のタイミングで一番素敵なメッセージ、また願いが叶うメッセージとして今日もお預かりをしていきます。はい、じゃあ上から7枚目でいきます。 1,2,3,4,5,6 はい、7こちらとなってますよ。じゃあいきます。いっせーので、じゃん。あ、セラピーということで、治療という意味があって、数比はね10番となっていますね。セラピーが出てる時っていうのは、ちょっとこっちから行こう。サイキックタロットラクルカードね、お預かりしていきましょう。あ、出た。お、なんか早いな今日なんかね、またこう苦手だなって思っていたことが得意に変わっていったりっていう、まあそう鍵変わっていったりだとか、ちょっと気になっていることとか心の中で抱えていたこととかがあったらね、それがもう癒されていったりとか軽くなっていくよみたいなことをね伝えてきてくれているんだけど、あと、まあ、苦手が得意になっていくっていうのは、その苦手だなと思っていたけれど、その思い込みだったんだなっていうのに、まあ、気がついていくっていうこともね伝えてくださってるなと思うんだけど、ね、例えば皆さんの中でさ、これなんか苦手だなとか思っていたことが、あ、実はやってみたら得意だったみたいなことってあったりしますかね、どんなことがありますか。ちょっとこっちからお出ししていこう。エナジオラクルカードからねお出ししていきます。もう私そういうことばっかりかもしれんなんかもう絶対これ無理だと思って、あ、無理だと思ってたけど、意外にやったら、あ、なんかできたかもとかさ、そういうこともね結構あるかなって思うんだけど、あ、出ましたよ。はい、じゃあ今日ねこのカードになっています。うん、5番そして1番で20番、こんなカードが出てきてくれましたよ。じゃあここからセラピー治療ということでね、しっかりリーディングに移っていきます。よろしくお願いします。今こっちのカードが出ているから、なんか今ちょっとこう現状みたいなのを言ってくれているんだけど、ね、もしかしたらこう見てくださっている方の中で、例えば、まあ、何かにこうチャレンジで出ているから、一つこの今いる場所からもう一個次のステージだったりとか、ね、今やっていることを、まあ、少しこうパターンを変えていきたいことで、それが今までやったことのないことに、例えば飛び込んでいく世界に飛び込んでいこうって思っている方だったりとか、飛び込んでいくときに、ね、本当にこのセラピーじゃないけど、やっぱりちょっとこう、あ、これ怖いかなとか不安だなって思う、でも次に行きたいからって、もうすでにその場所に立っているっての言われてるから、チャレンジしたいことを見つけるとかではなくって、もうすでに心の中だったり今目の前にそういう状況にもあるっていう方が結構たくさんおいでなのかなっていうのがこう出てるんだけれども、で今回それがもしって、今回まあセラピーでも言ってるけど、それが例えばなんか不安だなとか、あ、迷いがあるとか、でもどうなんだろうとか、ものすごくこう思っていることって多いかもしれないんですよ。そうだけど、これって飛び込んでいくことによって、それはあなたの経験値につながるっていうのも言われているのと、でその経験がどんな風になっていくのかっていうのが、今回この丸がたくさん出ているんだけど、それが一つじゃないんですよね。なんかそのやっていくこと、今その思っていること、例えば同じことやっていてちょっとパターンを変えていきたい、例えば方法を変えたいと思っていること、でそれが1個だと思ってやっていったら、それをしていくことによって1つだと思っていたかもしれないんだけど、それがって何個にもこう連なっていくというか、1個やったら連動して次々できるみたいなことも言われてるんだけど、今日そういったことを言ってくれている、うん、なんか
なんていうの、今すごいこの現状を表してくれているのを言ってくれているから、まあ、本当にその、ね、今の状況をよくちょっと自分に内観したりとか、まあ、俯瞰して今の自分の状況をよく見た時に、ああそういえばそうだなと思うことがね、もしかしたらあるかもしれないから、まあ、もし今皆さんがされていることだったり、ね、いろんなことが当てはまると思うんだけど、それをちょっと今の段階より、まあ、何か変えることがあったりとか、何かチャレンジしていきたいこととか、まあ、何か挑戦していくことですよね。その一つのアクションがって、ね、言われてて、一つではなくって、それがいろんな方法につながっていくみたいなことをね、今日言ってくれている。そしたらこっちのカードで一番で出てるんだけど、これサクセスっていうのも言われてるんだけど、これをしていくことですよね。今その場所にいることがあって、どうしようって思っていること、やっぱり不安なこともあると思うし、やっぱ恐れも出てくると思うし、いろんなことがねそれぞれにあると思うんだけれども、それをされていくとって、必ずこっち揺るぎない一つのものを見つけるっていうものを言われているのと、あと今日これ剣が出ているから、その道をあなたがもう切り開いていくことができるっていうのを今日は言ってくれている。で、それを見つけていくことができるわけだからさ、やっぱりその見つけただけで終わるんではなくって、見つけたらじゃあそれをどうしていきたいのかっていう行動していくこと、そのアクションですよね。こっちでも言われているそのアクションをしていくと、必ずその道をあなたが切り開いていく。で、切り開くってその先どうなるのかっていうのはここ成功で言われているから、ね、自分の中の思っている成功っていうのがね、それぞれの形の成功、例えばその幸せの形だったら人それぞれにやっぱりあると思うんだけれども、そういった世界だったりとか、例えば自分がこれだけやっていきたいっていう思っていることっていうのがねあったとしたら、全てその道をあなたが作っていくことがねできると今日言われていますよ。で、こっちのカードが出てるんですよ。もしかしたらそこで描いている道ですよね。あ、これこういう世界かとか、こういうことを描いていきたかったとかね、それが例えば描いていることがあって、あなたの中で、あ、でも絶対無理かもとか難しいかもって思っていたことかもしれない。で、またそれはここ言われてる、あなたから見たら、今のご自身から見たらものすごくこう光っている世界だったりとか、私自分には例えば、そういう世界はこうちょっとかけ離れてるみたいなさ、私がそこの世界に行くなんて、でもし思っていることだったりとか、ね、あったとしたら、だけど心の、あ、無理なん、無理だわって思っていたとしても、よく見たら私もそっちの世界に行ってみたいとか、なんかそういうことをやっぱりちょっとどこかで、あ、羨ましいなとかいいなって思っていることですよね。ご自身から見てすごく光っている世界っていうの言われているんだけど、その世界よって切り開いていく、あなたがそこに行けれるっていうのを言っている。だから今回言われているのは、羨ましいなとかいいなって思っていること、あ、絶対自分に無理だって思っていることがあったらっていうの言われてるんだけど、何か今の状況において一つのアクションをしていくことで、必ずそれはってたくさん連なっていって、それを開いていくことができる、そのアクションによって開拓していくことが必ずできるからこそ、あなたはその世界を作っていくことができる、必ずそこに行けれるっていうのをね言ってきてくれていますよね。なんか1でも言っていくと、やっぱりこういいなと思ってすぐそこに行くわけじゃないし、やっぱり一つ一つ積み上げていくもの、一つ一つともね、1でも言われてる一つ一つ積み上げていくものだったり、そこに行くまでに例えば多少なりともお時間かかることってあるかもしれないんですよね。なんかこっちの数字が今日言ってる、ここね一つ一つやっていくことで、例えば5つステップを登っていったらって、ね、それが5ヶ月後かもしれないし、例えばねその5週間後かもしれないし、もうちょっと先のスパンで5年後かもしれないんだけれども、で必ずそこに到達していくのっていうの言われてるのと、やっぱり5つの階段を登っていったら、気がついたらって、それをずっと続けていったら、ね、ここ20でも言われてる、あ、なんか20段階段登ってるみたいなことも言われていたりとか、で本当にまあこれが例えば5ヶ月後だったら、こっちが20ヶ月後に叶うことかもしれないし、その今思っていること、今このやっていくことですよね。本当に一つのアクションしていくことでっていうのも言われてるけど、必ずそこにね、ここにつながっていくとね、今日は言われていますよ。はい、ということで今日のメッセージはいかがでしたか。はい、こちらのカードの主人はインスタグラム、それからフェイスブックの方にアップをしております。そちらもご覧になられてみてください。また私はブログ、インスタ、メルマガ、フェイスブック公式 LINE、 そしてこちらの YouTube とカードリーディング動画のあかりテラスチャンネル、赤ちゃん初心者ゴルフ成長記録という YouTube もやっています。
います。ぜひそちらもチェックされてみてください。またスピリチュアルコーディネート、開運バランス鑑定、タロット占いなどもやっております。何か気になることなどございましたら公式 LINE からお気軽にメッセージをお寄せいただけると嬉しいです。少しでもピンときたことがねありましたら高評価ボタン、それでチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。はい、ということで今日はいかがでしたか。ではでは皆様、今日も一日元気に、豊かに、ハッピーに、より心穏やかに、ご機嫌よくお過ごしになられてみてください。ではまた明日お会いできるのを楽しみにしています。今日も本当にありがとうございました。それでは皆様ご一緒に、またねー。